ニクラス・エンゲリンはスウェーデン出身のギタリスト、ヘビメタルミュージシャン。1990年にサーキャズムというスラッシュメタルバンドでギタリストとして活動を始める。サーキャズムは1993年に EP をリリースした後、解散している。1994年にヘビメタルバンド、イディオッツルールに加入。しかし、イディオッツルールでは目立った活動もなく、 解散してしまう。1996年に結成したばかりのメロディックデスメタルバンドガーデニアンに加入。ガーデニアンは1997年にファーストアルバム2フィートスタンドをリリースしデビューする。またこの頃インフレームスのイエスパーストロムブラードと知り合い、その縁でグレニュングストロームの後任としてインフレームスに加入する。しかしあくまでガーデニアンを メインバンドとして活動するニクラスとインフレームスをメインバンドとすることを求めるたメンバーとの移行と合わなかったため音源に参加することなく1998年にインフレームスを脱退する。以降ガーデニアンに専念することとなるが、ガーデニアンは2004年初めに解散している。また、2003年にはインフレームスのアンダース・フリーデンのサイドプロジェクト、 パッセンジャーに参加している。ガーデニアン解散後、同じく解散したザ・クラウンのギタリスト、マーカス・スーネソンと共にエンゲルを結成。中心メンバーとして活動している。また、イエスパーがツアーに参加できない際には、代役としてインフレームスのステージに立つこともあった。2010年に、イエスパーがインフレームスを脱退した後も、セッションギタリストとして、 ツアーに参加したが2011年に入って、正式メンバーとしてインフレームスに再加入した。2011年には、BC リッチとエンドウズ契約を行っている。a b h t t p w w w b c r i c h c o m a r t i s t n i c l a s n g e l i n ソウルバーナー、ライナーノーツ、http コロインスラッシュスラッシュトゥルーパー .co.jp スラッシュアーティストエンゲル、html ありがとうございます。